老化は治療できる。30年の研究から生まれた新常識。一人の研究者が世界に革命を起こす。時を止める男、ビル・アンドリュース。加齢に伴う疾病や老化を治療する先駆者、ビル・アンドリュース博士。1981年にアメリカジョージア大学で分子学および集団遺伝子学の博士号を取得。その後バイオテクノロジー業界で28年間活躍し、1997年には博士の研究に対してアメリカのその年の著名な国内発明家発案者として第2位を受賞。現在はアメリカのバイオテクノロジー企業シエラサイエンスの CEO を務めています。また世界各地の老化治療学会でゲストスピーカーを務めるなど、今世界中から注目を浴びる不老長寿研究の第一人者なのです。年齢による衰えは人間の宿命であり自然の摂理と思われていました。しかし老化は病気の一種であり、予防や治療が可能なのです。その鍵となるのがテロメアです。人は数百種の細胞で形成されています。その各々の細胞の中に染色体が存在します。人の細胞の中にある染色体を長い靴ひもと考えてみましょう。どの靴ひもにも小さなキャップがついています。このキャップをテロメアと考えてください。キャップがなくなると靴ひもが傷むように、細胞分裂のたびにテロメアが短くなっていきます。運動をしても健康的な食事をしても、残念ながら老化の原因となるテロメアの短縮を防ぐことはできません。テロメアが人間の寿命をコントロールするのです。しかしテロメラーゼという酵素は細胞分裂のたびに短くなるテロメアを保護し、さらには修復する力を持っています。テロメアの長さを増やせば老化という時計の針を逆戻りさせることができるのです。ビル博士はテロメアの短縮を制御し、人間の老化を治療する成分ヒトテロメラーゼを世界で初めて発見。さらにテロメラーゼを自らの力で発現させることに成功しました。またビル博士の研究成果事例として、アメリカのゼロン社により実用商品化された TA65 はベストセラーサプリメントとして確固たる実績を積み重ねています。そして最新の研究から生まれたテロメラーゼ誘導活性物質TAM818 は TA65 の80倍から300倍の効果が検証されています。現在 TAM818 配合のスキンケアクリームや舌下スプレーなど4種が製造されており、博士の研究成果は今後さらに広範囲な美容部門やサプリメントの商品開発に結実しようとしています。ビル博士は超高齢化社会を迎えている日本の現状を憂慮し、2015年東京で日本における第1回講演会を開催。2016年には京都で行われた STS 科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム、同年10月には科学未来館において第4回講演会を行うなど精力的に活動しています。博士の講演の場は日本だけではなく、中国、韓国、UAE、インドなど各国で行われ、世界の科学者、老化治療の権威が集まるアメリカのラードフェスティバルにおいても研究成果を発表するなど、抗加齢先端医療のトップリーダーとして世界中を駆け巡っています。さらに日本のテロメア研究の発展を願ってテロメア最先端医療医学学会の設立に寄与、名誉会長に就任しました。そして老化治療の決定校とも呼べる遺伝子療法にも目を向け、彼が科学顧問を務めるライフレングス社によるバイオマーカーとしてのテロメア測定と、
その結果に対応したテロメアレンスニング施術を一体化した新しいテロメア最先端医療を開発しています。